でです。よろしくお願いします。今日はですね、映画のご紹介ですね。キャッチアベイブ。若干言えてないですけど、キャッチアウェーブですね。はい、三浦春馬くん主演の作品です。はい、この作品僕は感想動画一度出してるんですけど、去年のそうですね、夏過ぎてもう秋になった頃に確か出したと思うんです。うん、で来年は必ずね夏に見たいなっていうようなことを話した記憶があるんですけど。今年の夏もう7月にはですね、僕いつでも見れるようにスマホに入れてあって準備はしてたんですけど、やっぱねなかなか見れないんですよ見ようと思ってもなかなか見れなくて、うん、これはねまた夏過ぎてしまうなと思ったんで、うん、もう最優先で見ようと思ってね、先週の土日にね空いてる時間見ようと思って見ました、はい、こういう風にねもう見ようって思うようにねしないとねなかなかね見れないんですよ、うん、後回しにしたものっていうのはどんどんね先送りになってしまって、結局ね見ようと思った時期に見れなかったっていうことがまああるんだなと痛感しましたね、うん、だからまあ見れてよかったです。まだね僕は、まあ、夏真っ盛りだと思ってるし、うん、まあ、今日この撮影してるのは22日なんですけど、まあまだ夏ですよ。子供たちもまだ夏休みだし、まあ、9月になるともうなんでしょうね、晩夏というか、うん、初秋というかねになりつつあるとは思うんですけど、8月中だとやっぱり夏じゃないですかね、うん、でまだ全然泳いでる人もいるしサーフィンやってる人もいると思うんで、うん、夏です。はい、夏に見ることができました、キャッチアウェイブ、うん、やっぱねこの時期に見ると楽しかったですね。僕はねもう海に行くことはあんまりないんです。昔はね結構よく行ってました。焼きにも行ってたし、うん、もちろん海の中入ってね、なんかバナナボートみたいなやつにね、こうなんだろう、それで沖の方に行ったりとかね、いろいろやったりとか、あと、まあ、サーフィンももちろんやったことありますし、僕はロングボードでしたけどね、サーフィンもやったし、あとボディーボードとかねやったりしてました。まあそのせいでというかおかげでではないですね、そのせいで結構シミができたりとかしたりしたんで、もうねもう焼きたくないんですよ。だからねもう海に行ってってことはもう無防備にね、紫外線に当たるなんて自ら当たりに行くなんてことはねもうしないんで、まあ今後も行くことはないかなと思うんですけど、海は好きなんでね、車で134とかね134号線を通ったりとかしてますね。134号線ってあの神奈川県のねその湘南エリアを走ってる道路なんですよ、うん、右側が海でずっと、右側っていうのは関係ないか、まあ、海沿いなんですよ、うん、で134号線は僕はもう1年に何回かかね、もう何十回って行くんですけど、今年ももう夜行ってますね。昼間行くともう渋滞で混んじゃってるから夜、昼は行かないですけど、夜まあ9時とか10時ぐらいに行くと結構流れてるんで行きますね。はい、つい最近も行きました。で、まあ、その134号線の各場所が舞台になってると思うんです、この作品、うん、まあ、江ノ島だったりとか、まあ、鎌倉だったりとか、それと横須賀とかね出てくるし、うん、いいとこだと思いますよ。で、まあ、改めて見てね、まあ、なんだろうな、今年はなんだろう、そういう
夏っぽい映画見てなかったんで、うん、この作品を見てね、ああ今夏なんだなって再認識できたし、うん、青春をね、自分の青春、夏、自分がね青春してた頃、高校生の頃、夏は何やってたかなとかいろいろ考えたりもしました。で今ちょうどねこの時期だから16歳の子じゃないですか、主役がね16歳、設定が16歳ってことで、まあ高校1年生とか話だと思うんですけど、息子がねちょうど高校1年生であって、うん、まあこんなこの映画のようにね素敵なというか思い出深い青春はどうなんでしょう、過ごしてるのかは知らないですけど、まあ、部活に励んでね、部活は、男子と女子、幸いにもね男子と女子って分かれてない、ね、一緒で一緒にやるんで、もしかするとなんかいろんなねその恋愛だとか、まあ部活に打ち込んでるのはもう見てて分かるんで、うん、だからそういう青春送ってるのかなとかね見ながら重ね合わせたりしてました、うん、いいですねこういうストーリーは、うん、何回見ても楽しめると思います。で、ね、この原作はね小説のようですね、豊田一馬さんっていうのかな、うん、っていう方が高校1年の時に執筆したって書いてあるんですよ。だからすごいですよね、この原作者は原作者で、まあ実体験なのかは分からないですけど、うん、実体験だとしてももしくは想像だとしても高校時代にこういう小説を書いたってことはやっぱりいろんな意味でね、なんだろうな、素敵な青春を過ごしたとは僕は思ってるんで、うん、こういうね、高校生だからこそ何かに向かって努力する頑張るっていうのはね、汗流してでも何でもいいですけど、うん、素敵なことだなと思いますね。僕はね確かアルバイトばっかりやってたと思います、うん、でお金を貯めて朝からねガソリンスタンドでやってたんですよ僕は。で朝から夕方まで働いて、で、うん、でちょっとギターをねかじったりとかして、友達からギターを買って練習とかしてた覚えがありますね、うん、まああとね女性女の子とねデートした覚えもありますね。確か夏だったと思いますね、夏でした、うん、映画見に行った覚えもあるし、まあまあそれなりの青春を過ごしてたんだなって今思うと、うん、振り返るとねそう思うんですけど、もし自分が今その場に戻ったら、まあ、違うことやってたんだろうなと思いますけどね、うん、まあ、でもね青春なんていうのは今でも感じることできるんですよ。これからだって青春、うん、なり得るし、今僕自身もね、なんかこう何かに向かってというか、うん、だら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 生活してるんじゃなくて、土日もねゴロゴロしてるんじゃなくて、いろんなことやって、うん、やっぱり何かをねやっていた。まあこの YouTube を撮影してねこうやって公開するっていうのも僕の一つの楽しみであり趣味であり、夢中になってることなんですよ。で、まあこの YouTube だけではなく、まあ、いろんなこと僕はねやってるんで、これからどん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 いろんなこと挑戦していきたいなと思うし、そういう姿を見てると子供たちっていうのは、うん、未来もなんだろうな、親がこう楽しそうにしていると。子供たちもそれを見てて、自分が年を取ってもこういう風に楽しめるんだなって思えると思うんですよ、うん、
なんかねぐうたらしてる親を見て、あ、こういう親にはなりたくないなっていうふうに思われるよりは、なんか、大人になると楽しそうだなっていうふうに思われた方がいいなと思って、やることはやるんですけど、自分の楽しみを削ってまではというかね、僕は、大人は大人なりにね楽しいことをやって、まあ、青春しようと思ってます。はい、まあ、そんなこと思ったりしながら見たわけですよ。でね、新たにね気づいたことっていうのはそんなになかったです。前回見た、時に、まあ、感じたものっていうのをもう一回繰り返して味わったっていうことであるとは思うんですけど、でもね、この見てる時がやっぱ楽しいですね。レフテックの曲とかかかって、ああこれ本当に、こういう青春、まあまあ サーフィン映画っていうのはね、前回の動画でも言ったと思うんですけど、サーフィン映画というか、サーフィンをね、に夢中になる青春、少年たちの青春を描いた映画っていうのは、まあ、たくさんあると思うんですけど、なんだろうな、似てるというか、なんかその映画を思い出すんですね、この作品を見てると。で、そこからまたさらに広がって、夏の青春映画みたいなものをね、思い出したりしました。ちょっとね、今、出てこないんですけど、いくつかね、僕の頭の中に、あ、この映画と似てるなとかね、もう一回見たくなっちゃったなとかね、あるんですよ。やっぱね、夏ってやっぱ不思議な感じがしますね。夏の映画って特に心の中に残るって気がして、サーフィン映画じゃなくともね、夏の映画っていうのはなぜか心に残るなって思ったりして、そんなことありませんかね。僕はすごい、夏ってやっぱ特別な季節な、短いし、だけども、なんだろう、開放感があって、やっぱりみんなが特別な季節だと思ってるという気がするんですよ。いい意味でも悪い意味でもね、だから不思議な季節だなと思うんですよね。なんかこう夜は夜で、また夜短いじゃないですか、夏って。だけどなんか夏の夜とかね、そういったところってやっぱり、またいろんなことあるじゃないですか。虫の声だとか花火が上がったりとか、外行ってね涼んでみたりとか、星が綺麗だったりとか、なんかね、明け方とかもね、明けるの、夜が明けるのも早いですし、そういう明け方の、空の美しさとか、なんかねいいんですよね。またお盆も、またお盆っていう、そのちょっとね先祖のことを敬ってとか、なんかお線香の匂いとかね、あと、まあ、いろいろあるわけですよ。なんかそういう、やっぱ夏っていいなと思うんですよね、そういうふうに。で実際ね、今夏じゃないですか。で過ごしてるとやっぱ暑くて嫌だなって思うんですけど、振り返ると夏はいいなって思うんですよね。これがまた不思議なもんで、なんか、いろんなことを、思い出しました。でね、気づいたことが僕一つあって、ジュリアのね、お母さんの役として豊田真帆さんが出てるじゃないですか。出演されてて、で三浦春馬くんとワンシーンだけ一緒になるところがあるんですよね。ワンシーンじゃないか、最初に出会うところですよね。お母さんが、ジュリアに会いに行って、で いなかったです。散歩かなんか、犬の散歩かなんか行ってて、お母さんが出てきて、それが豊田真帆さんで、で庭でね少し話をするんですけど、
その時に二人がこう並んで話するんですけど、あんまりね身長が変わらないか風に見えたんですよ、三浦春馬くんと。で、三浦春馬くんとそんなに身長変わらないなと思ってて、あれ豊田真帆さんって何センチなんだろうと思って、ちょっと調べたことが調べたんです。そしたら173センチって出てたんですよ。と思って、そんなに高身長なんだと思ってびっくりして、173センチもこの当時三浦春馬くんはあったんだと思ってね、びっくりしました。まあ、撮影時は何歳だったか分かんないですけど、まあでも16とか17歳ぐらいじゃないですか。その時にもう173センチもあったんだなと思ってね。まああの映画見てても高くは見えますけど、そっからまたさらにね、成長して、で実際、まあ、プロフィール上は何センチだか、175とか6って書いてあって、でしたっけ、プロダクションのあれだと。で、なんかコメントもね、前にいただいた時にもっとあると思うみたいなことね、何人かの方が書かれてたんで、僕もねそんなに低いかなと思ったんですよ。でもね、この時点で173センチぐらいあるってことはもっとやっぱあるんじゃないかなと思ってね、そう思いました。他の映画見ててもやっぱ背高く見えるし、まあ別にいいんですけどそれは、でもね、この当時からやっぱりこんだけ高身長でね、顔もちっちゃくて、まあかっこいいなと思いましたね、あれだけ。まだね、なんだろう、幼さがあって、男らしいっていう感じじゃないんだけど、役どころはね、一見弱々しいんだけど、芯は男らしいんですよ。彼の中にある芯の部分は男らしくてそこがまたいいんですよね。これは、なんだろうな、高校生のね、男子に見せたいなと思いましたね。いざという時はやっぱり男らしくしないと女性にはモテないんだよというか、女性はやっぱり男性には頼りたいと思うっていう気持ちがあると思うのね、根底には。だからその弱々しく女っぽいっていうかね、今風の、男子ってなんかこうおしゃれとかね、なんかちょっと女性っぽくたりしてる、傾向があるというか、そんな気がするんですけど、そっちばっか先行するんじゃなくて、やっぱ男らしいところも、ないと女性にはモテないんだなっていうのをね、教えてくれてるような作品でもある気がしましたね。僕も当時どうだったんだろうとか思いながらね、いましたけど、でも、話がずれてますね。楽しかったですよ。はい、とにかく、これ2006年のね、に公開された作品のようで、僕はこの時に、まだ、2006年に息子が生まれたんですよ。その息子が今16歳なんで、なんか不思議だなと思ってね、僕だけに僕だけが感じるそれは不思議さなんですけど、16年前にこの映画があってってことですよ。で、息子が今16歳ってことでね、なんか不思議な感じがしました。その作品を見てね、僕がいろいろ
感慨深い思いをね語ってるっていうのはまた不思議な感じですけど、はい、まあいい作品です。青春映画ですね。まあ今年見た方もいるんじゃないですかね。まあ夏に、うん、またその見た人たちのね感想も聞けたらいいなと思いました。以上になります。ありがとうございました。